土下座に抵抗がない声優なので。育ち方も一本一本ちょっと違うんです。相州小田原一色町を過ぎなされて、相州小田原一色町を過ぎなされて、先代がやっていたいただいて、藤原啓治さんの代役になったわけじゃないですか。イエスって言ったことに関しては全く後悔はしてないんですけど。いい話です ね、 そうね。声優コレクション、今回はですね、趣向を変えて一つのアニメの主要キャラの声優さんに集まってもらいました。どうぞ。起きろしんのすけ。さてそろそろ俺の出番ですかな。しんのすけ役の小林由美子です。どうも野原ひろし役の森川俊之です。はい、よろしくお願いします。どうぞどうぞ。そうゲストは嵐を呼ぶ5歳児しんのすけや焼きたてジャパン東一馬など、少年役からラブヒナサラ役の少女役までこなす小林由美子。日本の父ちゃん代表ひろし役に、鬼滅の刃では親方様こと産屋敷加賀屋からトム・クルーズなど、吹き替えでも活躍する森川俊之。クレヨンしんちゃん声優登場でござる。そんなお二人をお迎えして、本日はこちらの3本立てでお送りします。まずはしんちゃん引き継ぎは大変だぞ。お二人といえば、まあひろしもしんちゃんも二代目声優、はい、そっかそっかっていうことなんですよ。そう、しんちゃん役小林さんも、ひろし役森川さんも先代から役を引き継いだ二代目声優。僕もあのルパン三世の方で石川五右衛門に、まあ、あそうだね、継がせていただいて引き継いだんですけど、引き継ぐ時の気持ちっていうのはやっぱどんな感じだ、大変だったんですよね。やはりその国民的アニメの野原しんのすけっていう役ですので、もうしばらく眠れない日々が。オーディションだったんですか。あのオーディションかどうかはちょっとわからないんですが、ある日音響あの会社のスタッフの方から電話がかかってきて、ちょっと今ここで電話では言えないんだけれども、直接話したいことがあるので今すぐ来れませんかっていう。マフィアみたいな。何それ、ただごとじゃないよね。そう、ただごとじゃない。何事かと思います。絶対怒られるんだと思ってまず土下座から始めようと。まあね、もうシミュレーションしてね。とにかく何かすいませんでした。土下座に抵抗がない声優なので、とにかく行ったんですけど、そしたらの音響監督の方から、いや実はあのしんのすけの2代目をやってもらえませんかっていう話を。仕事の依頼じゃないですか。なんですっごく重要なお話をいただいていたんですけど、怒られなかったっていうことの方が大きかった。ほっとしちゃって、あ、ぜひっていう。さすがやな。あ、でもまあ、あのイエス以外の答えはもう出なかったと思いますので、イエスって言ったことに関しては全く後悔はしてないんですけど、その後何ヶ月か、しんちゃんレクチャーじゃないですけど、先代がやっていたあのしんちゃんの DVD をいただいて、でその DVD を聞きながら、そのしんちゃんの喋り方とか抑揚とか、野原しんのすけっていうものをそこで何回かレクチャーしていただいて。どういう風にしてそのしんちゃん役に近づいてたの、役作り的に。初めはやっぱ声真似ばっかりにその意識が行き過ぎてしまって、その矢島さんのしんちゃんのセリフを録音機で撮って、で自分で喋って、その波形機でここが同じ、ここが違うみたいな、今思えば全く意味のない撮ってる環境も違うので、やっても意味のないようなことだったんですけど、その声を似せるってところばっかりにこう意識がいっちゃって、全く芝居ができてないみたいな感じだったんですけど、あの監督とか音響監督に、いやモノマネしてほしいんじゃないんだよって言われて、あの野原しんのすけっていう嵐を呼ぶ5歳児を天真爛漫に自由にやってもらいたいんだっていうふうに言っていただいて、そこからあのお芝居を楽しもうっていうふうにちょっと意識を切り替えるように。はい、うちで声出して何度も何度も練習したんでしょう。しました。日常会話をしんちゃんでやったりとか。日常会話しんちゃんやばくない
娘がビビってました。なんで急にこの母親はご飯だぞとか起きるんだぞとか言ってくるんだろうって言ってちょっと心を閉ざし始めた心を閉ざし始めた、ま、ママーっつってご飯だぞってピーマンも食べるんだぞとかって言い始めながら続いては森川俊之、名優藤原啓二との絆だぞ。そう、森川さんが演じる野原ひろし、藤原啓二さんから引き継いだのは2016年のことですよね。そう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 、森川さんもそういうやっぱ大変だったっていうのはあったんですか。あ、そうですね、結構ね、由美子ちゃんと似てるところがあって、もともとね僕代役から始まって、はいはい、まあ、藤原啓二さんの、まあ、病気でお休みするっていうところで代役になったわけじゃないですか。なんで、ね、こう代役としてちゃんとしっかりと務めなくちゃっていうプレッシャーっていうのはすごいあって、まあ、しっかりこのその辺のところは野原ひろしをうまく、ね、こう出せればいいなっていうところばっか考えてて、で似ているのはやっぱね2ヶ月とかそのくらいはね一人で撮ってたんですよ。もう道場みたいな感じで、へえ、だからもう本当別撮り、別撮りでもうちょっとこういう風な感じでって、まあ お互いこう僕もスタッフの監督の方とディスカッションしながら、それからしばらくして合流みたいな。最初はこういろいろ言われるんだよね、こうイメージと違うとか、このファンの最初の人は最初の人で、ね、最初の頃は、はいはい、だんだん慣れてきちゃうと、なんか漫画読んでるとその人の声が聞こえてくるみたいになったらこっちの問題ね、はい、勝ちよ急に勝ち時あげましたけどね急に勝ち時藤原さんともともと何かつながりはあったんですか。はい、もうほとんど、まあ、声優としてのデビューが近くて、一番最初のアニメのシリーズの時に彼が多分アニメーション初めてスタジオに来て、で、あの風貌でひょうひょうとやってたんですよ。でも全然うまくできなくて口が合わなくてでもひょうひょうとやってて、この人すごい人だなと。ずっと間違えてるのにひょうひょうといつまでもしてるなんてすごいそしたら蓋を開けたら初めてだった、すごいなと思って堂々として、で、まあお互いデビューが近いんでいろいろと、まあ、いわゆる今でいう モブとモブキャラとか、はいはい、ガヤとか、ね、兵士1とか2とかをいっぱいこう作品でやってて、そっからずっと、まあ、30年ぐらいの付き合いなんですけれども。そうですよね、長いね、はい、そう、広志声優の森川さんと藤原さんはなんと新人時代から数々の作品で共演してきた30年来の名優。役を引き継ぐ時には、広志引き継ぐ時とかって何か言われたりとかしたんですか。これはまあ、実はこう、まあ、スタッフの方を介して手紙もらったんですよ、で、まあ森川しかいないから頼むぞっていうお手紙をもらってて、まあ、ちょっと僕はすごい大切にしてて、いつも自分の仕事部屋の引き出しにはそれ入れてるんですけど、まあ、今僕スタジオで広志演じてますけど、やっぱこう自分として森川の広志っていうのもあるけど、やっぱりこう傍らに彼の広志もいて、一緒になんかこうなんかこうマイク前でやってるっていうのが自分の中にあるんですよね、もういい話です ね、 そ、 うね、そして私森久保も刑事さんからこの番組のナレーターを引き継がせていただきました。頑張ってますよ刑事さん。そして最後はヒロシ・トム・クルーズでウィーロー売りだぞ。森川さん、ヒロシ演じる前に何かこうルーティーンみたいのあるんですか。はい、ルーティーン あるんですか。実はですね、車の中でですねウィーロー売りを、ほう、ウィーロー売り、そう、拙者親方と申すわ。で、今日はヒロシだからヒロシでウィーロー売り、ヒロシでウィーロー売り、ヒロシでウィーロー売りをやってスタジオスタジオに行くっていう。そのうちとそのうちでやる役によって違うって。あ、そうですそうです。え、トム・クルーズの時は、トム・クルーズの時はトム・クルーズのウィロウリすごいあるんだ。じゃあヒロシバージョンとトム・クルーズバージョンのウィロウリをちょっと頭の冒頭だけでも聞かせてもらってもいいですか。すごい振り方です
そうおやり。わかりました。野原ひろしです。ウイロウリ売らせていただきます。拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、相州小田原一色町をお過ぎなされて、お江戸を立って二十里上方、相州小田原一色町をお過ぎなされて、青物町を上りへおいでなさるれば、欄干橋虎屋藤右衛門、青物町を上りへおいでなさるれば、欄干橋虎屋藤右衛門、ただいまは停発いたして遠斎と名乗りまする。ただいまは停発いたして遠斎と名乗りまする。ミッション完了。髪がすごい。すごい。まあ僕これできるようになるまで20年ぐらいかかるかもしれない。この星が死のうとしている。口うるさい母さんと同じかな。プリンもクレープも食べちゃっていいの？うら、嬉しい。しんのすけ、行くぞ。うら、頑張っちゃうぜ。